Many field geologists, they get fixated on the details and the observations and the facts. But I love ideas. I love big ideas. And I love testing them. So I like the details, but I also like the big ideas. 地球の歴史を知りたい。それは多くの科学者たちの夢であり、人類の夢です。地球の地殻が複数の巨大なプレートから成り立っているという学説、プレートテクトニクス。そのプレートの沈み込み、移動といった活動によって大陸移動などが引き起こされる現象は、太陽系の中でも地球だけ。約5億年以上前の先カンブリア時代という太古まで遡り、その時代にすでにプレートテクトニクスが存在していたことを実証した者はいませんでした。地質学者であるポール・F・ホフマンは北極圏カナダを約10万平方キロメートル近く自身の足で歩き、そこで得たデータと膨大な文献記録を組み合わせることによって先カンブリア時代のプレートテクトニクスを実証したのです。幼少期、夏休みになると両親と電気も水道もない山小屋で過ごしたホフマンは、野外での鉱物採集に夢中になりました。大学1年生の夏休み、ホフマンにとって人生を変える出来事が起こります。地質調査のアルバイトをすることになったのです。彼はオンタリオ州地質調査所の所長に会いに行きました。He looked me up and down and he said, have you ever been in a canoe? He was checking out my physique, I think. He said, you'll do, buy two pair of boots and a train ticket to Sulukau. It turned out we were doing geological mapping, mostly on lake shores. Geological mapping is like the anatomy of the Earth's skin. Okay, and you can tell a lot about the lifetime of a person from studying their skin. The Earth history is also preserved in its skin.ホフマンは初めてのフィールドワークの経験から、科学的な岩石の調査と肉体を使った作業の面白さの虜になっていきます。 Biologically, we evolved to be hunter-gatherers. To be able to combine your biological makeup with our great cultural thing called science, to me was the best of both worlds. その後ホフマンは地球の全球凍結という新たな研究に取り組むため、ナミビアでのフィールドワークに乗り出します。地球全体が氷で覆われ、生き物たちがほとんど絶滅するほどの寒冷化現象。そのような状況から、現在の多様な生物に満ちた環境が生まれるはずがない。一度凍結が進むと、氷河が太陽光をほとんど反射し、二度と氷が溶けないはずだ。このような考えから、全球凍結は起こらなかったというのが当時の常識でした。しかしホフマンはナミビアで精度の高い地質調査と炭素原子に着目した分析を実施。生物がほぼ絶滅するほどの全球凍結が実際に起こったことを示し、さらにその後、火山から放出される二酸化炭素の温室効果によって氷が溶けたことを実証。長年にわたる調査によって常識を覆したのです。If you have a problem, the first thing you should do is take two steps backward. Okay? Because very often when you don't understand something, it's not because you don't have enough detail, it's because you're lacking the broader context. ホフマンは物事を俯瞰する独自の視点、そして長い歳月をかけ壮大なスケールのフィールドワークに挑む忍耐力によって、人類の根源に関わる多くの重要な事象を解き明かしたのです。